ウラウブラウ作戦、ブラウ作戦、ブラウ作戦、ドイツ語、アンターネクマンブラウ、英語、ケースブルーは、第二次世界大戦中の1942年のドイツ軍火器構成計画の名前である。作戦地域は、ロシア南部でボルガ火星岩への到達と、コーカサスの征服を含んだ野心的な作戦計画であった。ドイツ軍は、作戦計画に、式名を付けることが多かったが、 ポーランド侵攻イコールジロ、定地諸国、フランス侵攻イコールキ、ブラウはドイツ語で、青の意である。1941年のバルバロッサ作戦、ソ連侵攻作戦が失敗に終わり、ソビエト政権の打倒も講和も達成できなかった状況の中、1941年12月11日には、日本との同盟維持のために、アメリカ合衆国にも宣戦布したため、ドイツは、 米ソ相手の長期戦に陥ってしまった。そのような状況の下で、軍事情勢、戦争経済、周辺国への政治的影響を考慮して、ヒトラーと参謀本部の間で練られたのが、1942年の下記構成計画である、本作戦である。作戦立案者は、前年受けた損害により、もはや、ドイツ軍は1941年のような、 線戦線で構成に出る力を持っていないと認識し、戦争経済の観点からロシア南部を施行する作戦を計画した。参謀本部の検案は、ソ連経済のアキレス腱は、石油供給源がほとんど、爆油油田に依存していることに着目し、この石油補給路を断つことにより、経済を麻痺させ、ソ連の経済能力を奪おうとするものであった。すなわち、スターリングラード近郊で、 ボルガ火星岩に到達し、ボルガ側のタンカー運行を阻止し、次にアストラハンを攻略することで、鉄道輸送による石油級を断つ、というものであった。爆風油田の占領そのものは原案には含まれていなかった。しかし、ヒトラーは、この原案には、不同意で、自身で大幅に書き直したものが、実際の作戦計画となった。作戦計画は、2段階になっており、 第一段階で、ドン・カワワン局部西岸のソ連軍を撃破し、特派点を確保し、第二段階では、構成軸を二つに分け、一つは、スターリングナード周辺で、ボルガカ西岸に到達すること、後の B 軍集団、もう一つは、コーカサス地方を遥かに南下し、爆雨油源を占領すること、後の A 軍集団が目標とされた。ドイツ軍の将軍の間では、 補給能力限界や4000メートル級の山岳が、連なるカフカス山脈を越えての爆雨までの進撃の困難さを挙げ、この案には反対のものが多かったが、ヒトラーは押し切った。数軸軍、ソ連軍。ドイツ南方軍集団は6月28日に構成を開始した。ソ連軍大本営は1942年のドイツ軍構成計画に、 モスクワが含まれていないことを知らなかったので、モスクワ広報に台本 A 予備を配置していたが、ボロネジへの攻撃は、モスクワへの南からの攻勢軸と考えられたので、増援を送り込んで激戦となった。しかし、5月のハリコフ奪回を狙った、ティモシェンコ攻勢の失敗のおかげで、ソ連南西方面軍は、攻勢に出たドイツ軍に対して大幅に劣勢であったので、7月9日には、 スターリンとティモシェンコは南西方面軍に対してドン・カトーガンへの戦略的撤退を命令した。7月6日にはドン・カワワン局部の都下点を抑え、ドイツ軍は東岸に進み始めた。7月25日にはロストフが陥落した。そこで7月23日にはヒトラーは作戦の第一段階の目標は達成したと認識し、 相当指令第45号を発令した。この中でヒトラーは以降の構成目標としてスターリングラードとバクルの占領を挙げた。それぞれの目標のために南方軍集団はコーカサスを目指す A 軍集団とスターリングラードを目指す B 軍集団に7月9日に分割された。ボック元水はボロネジでの停滞の責任を取らされて7月13日には B 軍集団司令官を更迭され、後任にはマクシミリアン・フォンバイクス上級大将が起用された。A 軍集団は7月25日、ソ連海軍の拠点にあたるロストフを占領し、8月9日には大規模な油田施設のあるマイコープを占領した。しかし、油田はソ連軍によって徹底的に破壊されていた。8月21日には、ノボシロフを占領。 9月1日には、セバストポリの戦いを終えた第11軍が、初期の予定よりだいぶ遅れて、英軍集団支援のために、ケルチからタマン半島に上陸した。第11軍は、カフカース南東部へ進撃する英軍集団を、西部から援護攻撃して、補給改善のために、国会沿岸の港湾都市を占領し、海からの補給を確保しようとした。9月6日には、 タマン半島の南側の国海に面する港湾都市、ノボロシースクを占領。小規模な油田地帯があるクバン川流域の町を次々と占領していった。しかし油田施設はやはりソ連軍によって破壊されており、石油を確保することはできなかった。9月9日には、ヒトラーは、コーカサスでの進捗がはかばかしくないので、英軍集団司令官リスト減帥を解任し、当面、 自ら指揮を取ることにした。10月6日、ドイツ軍はマルゴベクに至るが、ソ連軍の抵抗と、石油不足によって一時攻勢を停止せざるを得なくなる。この時ソ連軍は、ドイツ軍の爆撃を受けつつも、アストラハンからの補給線を確保し、現地のパルチザンとも協力して、抵抗を強めていた。ソ連軍の戦略的撤退は完了し、反撃のための補給を受けつつあったのである。 初期の作戦では、スターリングラードとアストラハンの両都市を制圧後、バクウを攻略する計画であったが、B 軍集団のスターリングラードでの苦戦によって連携を変えていた。またマイコープからバクウまでの工程はそれまでの平原とは違い、カフカース山脈の尾根が連なる山岳地帯であった。この地域の道路は他のソ連領内同様に整備されておらず、 鉄道も破壊されており、補給もままならないため、ドイツ軍の進撃は滞った。このような地形は、走行部隊の進撃には適しておらず、逆にパルチザンやソ連軍にとって、防衛には適していた。それでもドイツ軍は10月25日にテレク川の南で攻勢を再開し、オルジョニキーゼ付近まで進出したが、ついにグロズヌイからわずか60キロのところで、ついに燃料がつき、 進撃を停止してしまった。結果的には、ここが東部戦線における、ドイツ陸軍の再延伸出地とな。11月8日、ソ連軍がテレク川付近で攻勢を開始したため、ドイツ軍は、爆風攻略を諦めて、カフカース西部まで撤退を始めた。さらに11月22日には、当戦線の背後に、当たるスターリングラードの第6軍が包囲されてしまい、 B 軍集団の戦線には大きな穴ができてしまった。ソ連軍はさらに A 軍集団も包囲しようと、ロストフを目標とする攻勢を開始した。12月28日にヒトラーは、東部戦線南翼全体の崩壊を避けるため、A 軍集団に、クバン共闘法を除いて、カフカースからの面撤退を命令した。フォンクライスと将軍が撤退の指揮を任され、 なんとか全部隊の撤退をすることに成功した。だが、ソ連の石油補給路を遮断して、ソ連の継戦能力を奪い、さらには、ソ連の石油で、自らの石油供給を確保して、長期戦に備えるという、ブラウ作戦の本来の目的を達成することは、できなかった。B 軍集団は、A 軍集団支援のため引き抜かれていた第四、総工軍を取り戻して、 やっと構成を順調にしたが、すでに作戦は予定よりも3週間遅れていた。先に進んでいた第6軍は8月14日にドン、川区局部のソ連軍を排除し、8月21日にはクレツスカヤ付近でドン川を渡り、スターリングラード攻防戦が始まった。8月25日、スターリングラードの包囲が完成し、9月3日、スターリングラードの南で第4走行軍の一部が、 ボルガ川西岸に到達。9月4日、ドイツ空軍機約苦戦機が2週間に及ぶ、スターリングラードの爆撃を開始し、市内は瓦礫と化した。この時、ウクライナ各地からの難民が集まっていた、スターリングラードの市民にもやっと避難例が出たが、もはやその実行は不可能であった。9月13日、市内に侵入したドイツ軍は1ヶ月以上も市外線を続け、 10月中旬頃には、ボルガが島で、あと150メートルの地域まで進出したが、ソビエト軍守備隊も1日に2500人もの犠牲を払いながら死守を続けていた。ドイツ側の消耗も激しく、例えば第305不評師団のある連隊は、戦闘可能な兵が1200人から60人にまで減っていた。ドイツ軍兵士には、砲弾恐怖症になるものも出た。 さらに冬が近いにもかかわらず兵士たちに、冬用装備はなく、悪化する状況に、第六軍指揮官、フリードリヒ・パウルス公平大将は10月6日、戦闘を停止させる。10月22日、ついに雪が降り始めた。ヒトラーは、11月8日にもはや船一隻たりともボルガ川を登ることはできないと演説したが、11月19日には、ソ連軍、 約100万人がウラネス作戦でスターリングラードの第六軍の南北で撃に出てルーマニア軍が保持していた戦線を突破し22日には包囲網が完成したヒトラーは第六軍のスターリングラード死を命じたがルーマニアのヨーンアントネスク元帥は脱出を主張長い競技の末に救援作戦が決定されドン軍集団が編成され マンシュタイン元帥に指揮が委ねられた。マンシュタイン元帥は12月12日、第6軍の救出作戦、冬の嵐作戦を発令し、ルビー総攻軍団は、方位網南西端より、約 140km のコテルニコボより攻勢を、開けした。この方面のソ連軍の配備は、手薄だったため進撃は順調で、スターリングラードに取り残された第6軍兵士は、最後の望みである。 救出部隊の戦闘音が近くなるのを喜んだ。戦闘の部隊は照明弾を第六軍に向けて撃ち、第六軍の脱出は可能になるかと思われた。しかしヒトラーから死守命令を受けていた第六軍パウルス将軍は燃料不足を理由に脱出を拒否する。さらに、ソ連第二新英軍が無意思交わがわれ防衛についてからは激戦となり、救出部隊の進撃は停止した。 救出部隊は戦力不足のため損害も日に日に多くなっていた。12月23日にはチルカワ戦線の危機的な状況に対応するためルビー装甲軍団より最有力の第六装甲師団を引き抜いたため事実上救出作戦は終了となった。これ以後 SS 将校やヒトラーに脱出を認められた将官たちは兵士たちを残したまま輸送機で スターリングラードを去っていった。スターリングラードに取り残されたドイツ第六軍と第四装甲軍の一部と同盟国軍のルーマニア軍、ハンガリー軍、約三十三万人はドイツ空軍の輸送機による補給で過労て命を繋いでいた。すでに兵士一人への追立の食料はパン五十グラムとなっていた。運のい,い兵、約万人は 輸送機で病院へ運ばれたが、ほとんどの兵士は、チフス、栄養失調、闘傷等で命を落としていた。市内には1万人以上の市民が残っていたが、ドイツ兵たちは彼らから食料を摂取せざるを得なかった。兵士も市民も上に苦しみ、群馬や犬、最後には人肉を食うしかなくなるケースすらあった。1月に入ると、ソ連軍による包囲網はさらに狭められ、 一ニク飛行場が攻撃され、70機以上の航空機が地上で破壊された。1月8日、ソ連軍は第6軍に名誉ある降伏を求めたが、パウルス上級大将は、ヒトラーの命で拒否。翌々日にはソ連7個軍の攻勢が始まり、陣地は次々に突破されていった。1月14日、ヒトラーの下に、ビンリッヒ、ベイア大員が送られて、 戦況を報告し幸福交渉の許可を求めるが、ヒトラーは断固として、それを認めなかった。1月30日、ヒトラー政権誕生10周年の党大会で、ヘルマン・ゲーリングは、少し残酷に聞こえるかもしれないが、ノルウェー・アフリカ・スターリングラードでの兵士の死は、大きな問題ではない。最終的には、我が軍の勝利する地となるからだ。と演説。ヨーゼフ・ゲッペルスも、 この困難を乗り越えてこそ、真の勝利者となれるのだ。と述べ、スターリングラードでの敗退を決めつけ、第六軍の兵士たちを見捨てた。そしてこの日、ヒトラーはパウルスを元帥に昇進させる。ドイツ軍の歴史に降伏を選択した元帥はおらず、すなわち昇進は、自決を意味する。しかし、翌日、南部のパウルス元帥及び、彼が率いるドイツ軍は降伏した。 2月2日には北部のドイツ軍も降伏した。小規模な戦闘は3月まで続いた。生き残りの10万人のドイツ兵は捕虜となったが、収容所までの移動により2万人が死亡する。歩けないものは見捨てられるか射殺だった。この時ソ連は各地で鉄道網が爆撃されていて、食料補給さえまともにできず、軍は支給される食料の半分を捕虜に、 回していたというものの、それでも、上と、地スによりさらに五万人が死亡した。シベリア・カザフスタに移送される際に一万三千人、貨車に乗せられて、食事は三日に一度だったが死亡。さらに移送先のラーゲリにおける住み、ウラン採掘という過酷な労働をさせられて、次に命を落とし、最終的には戦後まで生き残れたのは五千七百人、程度であった。ブラウ作戦は、 立案時より、ヒトラーが深く関与していた。総統は、作戦会議中、提示した作戦に反対する将軍たちに激怒し、地図のカフカースとスターリングラードに拳を突きつけて、この作戦を押しするか。と聞いた、フランツ・ハルダーの証言。さらにヒトラーは、乱命を繰り返した。苦戦する英軍集団を支援するために、B 軍集団から、装甲師団を引き抜いたため、 スターリングラードにはまず第6軍のみが到達し、予定より3週間も遅れて、第4装甲軍が着くのを待って突入が開始された。この間に、スターリングラードには多くの陣地が作られ、撤退してきたソ連軍部隊が集結していた。英軍集団の指揮権を剥奪し、自ら指揮したことも、部隊を混乱させている。最も悪い結果をもたらしたのは、スターリングラード死守命令であり、 第六軍のパウルス将軍もそれを遵守したため、第六軍は脱出も降伏も不可能となった。その結果、約三十万のドイツルーマニアハンガリー兵と、約五十万のソ連兵、そして一般市民を合わせて百万人以上が犠牲になっている。ドイツ軍は多くの精鋭師団を失い、東部戦線の主導権がソ連軍に移っていくという事態を招いた。さらにブルガリア、 ルーマニアなどの同盟諸国からの信頼も失ってしまった。もっともこの後、マンシュタイン元帥の指揮によって第三次ハリコフ攻防戦に勝利し、一時的にでは、あるが東部戦線を維持することはできた。この作戦は、ドイツ軍にとって人的被害が極めて大きく、この後はそれまで兵役を免除されていた熟練校や工場労働者も前線に、 動員されるようになっていった。これは国内の軍需生産率が悪くなっていった原因の一つであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。